はい、皆さんこんにちは。こちらアップルのホームページです。バッテリーについて書いてありますが、アップル製品は 80% 以上になるとトリクル充電といって電流を弱めてくれるような設計になっているんですね。まあ、それで過充電を防止するというね形になっていて、100を超えるとねほとんど微電流になっていきますけども、だからね私はねほとんど気にしないんですけど、まあ、結構ねコメントいただくのが過充電になりませんかっていう話なんですよね。まあ、それで基本的には気にしないでいいんですが、どうしても気になるって方向けのこちらのケーブルを今日はね試してみたいと思います。これ視聴者の方にねご紹介いただいたのなんですけどね、設定時間で充電をストップできるということで、まあ、こちらね三好というところの、これはねタイプ C なんですけど、マイクロ B もねあるんですね。なんでねただライトニングはねないので、まあ、こういった変換アダプターをね使わなきゃいけないと思うんですが、今日はねちょっとこれで iPhone について試していきたいと思っています。はい、ということで、なぜ私が気にしないかっていう、まあ、裏付けとして 100% 充電された iPhone ですけどね、まあ、このように 100% 充電完了した iPhone8 ですね、こちらはね。でこれに今使っているのは電源アダプターがダイソーの 2.4A っていうやつですね。 12W のやつですが、純正ケーブルを使ってさらにね充電器につないでみたんですが、まあ、このようにねもう100ですからね、ほとんど電流は流れない状態でですね、まあ、このバックグラウンドでやっていたり自然放電する分を補填したりねしてくれるという感じ でたまにねゼロにもなったりするんですよね。だからこのようにねもう過充電っていうのは基本的にしないと思っていいんですね。この電源アダプターはどこの会社のを使っても一緒です。で一応これアップル純正を見ますとこのようにね同じような状態になるというね、まあそんな感じで、まあ、基本的には気にしません私は。はい、それで地位ワイヤレス充電だとどうかというと、同じく 100% の iPhone8 ですね。でこれ根元でしか測れないんでね、ここで見ますが、QC3.0 という規格なんで 12V 出ていますが、電流自体は今画面がついた状態で 0.24 とか20になってますよね。で画面消すとねもっと下がって 0.1412 とかね、まあそんな感じになってくるわけですね。でこれまあ根元がこれですからね、iPhone が当たってる部分はもっと低いと思われます。でちなみに 100% ではなくて 15% ぐらいの、ね、iPhone ですけども、でこれを乗っけるとこのように 0.7982 とか、ね、出てますから、やはりね 100% 超えると下がるということが確認できるかと思います。なので 80% から緩やかになって 100% 超える微電流になるんでね、まあ、基本的にね過充電というものをね気にする必要はないと私はね思っていますね。ただそれでも心配だという方向けにタイマー付きのケーブルというのがあるのかなというねところですけども、でこちらですね三好の、これはね USB Type C のですね充電オフタイマー付きということで、設定時間でねピタッと止まるということなんですね。でこの電圧はね 5V まで、そして電流が 2A までってことですが、これはね iPhone の場合で、 Android の一部機種は、9V までねいくってことで、まあ、これは多分クイックチャージとかねそういう規格だと思いますが、 iPhone は関係ないですね。でこのようにね裏を見ると1時間から9時間の間で調整が可能ということでですね、まあ、このご自身の最終的にどのぐらいかかるかをね、まあこれ考えながらやるという感じですね。でマイクロ B タイプもあるというねところですね。でそれではね開けていきたいと思います。でこれね開けると、まあ、パッケージ自体はね、まあ、日本のメーカーさんって感じのですけど、でこの本体もね、まあ、割と、まあ、特にね派手な作りではないというところですけど、ケーブル自体はね結構張りのあるものでしたけどね。でケーブル長は1メーターというね、感じのようですね。はい、こんな感じです。ここのボタンで時間の設定をやるんだと思います。後でやってみます。はい、それでこちらは iPhone XS Max 12% の残量のものですが、まあ、これにねつないでちょっと試してみましょうかね。でこちら使っている電源アダプターは
Apple 純正の 10W のタイプ A ですね。 iPad mini 5についていたやつです。で、つなぐとね、これちょっと照明で見にくいですが、3っていうね、デフォルトの時間が表示されます。で、このように照明落とすとね、わかるかと思いますけども、3となっていますよね。で、先っぽの方はね、これタイプ C なんで、どうしてもタイプ C ライトニングのアダプターが必要ということでね、まあこれ MFI じゃないんですけどね、あんまり MFI って見かけないんで、まあよしとしましょうかね。で、切り替えの方ですが、このようにボタンを1回押すごとに上がっていくようですね。今3から4、5、6、7、8、9。で、これが0というね、感じですね。で、1、2で元に戻る3っていう感じですけどね。それでね、試しにね、0にしてみました。ちょっと見にくいですけども、0になっていまして、そうするとね、iPhone 側は確かにね、もうこれ充電が来なくなるんですよね。稲妻マークね、もう消えちゃってますよね。それで、電流計見ると、これがね、ガーッと落ちていって、もうね、0になったということで、で、まあ、完全にこれね、充電しない状態になるということですね。で、iPhone 以外でもね、こういった GoPro とかだとね、Type-C の端子ですからね。なので、まあこういうのだとね、その、まあ、トリクル充電やってるんだと思うんですけど、まあ、心配な方は特にね、Apple 製品以外で応用が効くのかなというふうに思いますけど、なんか GoPro 汚いですね、すいません。で、これだとね、こんな感じの数字で充電をしているというね、ところですけどね。で、試しに1時間充電をしてみます。iPhone XS Max ですけどね。で、これ、アダプターを介して充電をしますけども、それでね、この充電の時間の切り替えはこのボタンなんでね、今、ババッと押して1にね、していますけども、で、こんな感じで1時間というね、表示で、1時間後にね、見てみましたけども、でね、時間の方はね、ちょっと電流計の時間はね、リセットしてないんでね、無視してほしいですが、まあ、大体1時間、ほぼね、ぴったりに、0になったというね、ところでですね、まあ、それでね、ここで、微電流に、ね、なったと思ったら、パッとね、切り替わって、最終的にはね、0になるというね、感じですね。で、iPhone の方を見ると、確かにね、充電が来ていない状態になっていましたね。うん、優秀です。はい、それで急速充電 9V に対応ってことなんで、Qのね、ワイヤレス充電に応用したらどうかと思って、こっちのマイクロ B をね、使ってみます。で、このアンカーなどの Qワイヤレス充電器は、このようにね、本体に電源アダプターがね、付属してくるんですが、それがクイックチャージ 3.0 というね、規格のなんですね。なので、ケーブルだけを入れ替えたら、この入れ替えることによってですね、途中で一定の時間でね、切ることができるのかなと思いまして、でね、このように今つないでみましたけども、で、電圧見てみますと、これがね、12V ってなっていますよね。なので、まあちょっとケーブル的に少しオーバーな感じはしますけども、これね、しばらくやった結果はね、あんまりまあ熱くなったりはしなかったんで、まあ推奨はしないけど、おそらく大丈夫でしょうね。それでこれね、iPhone を乗っけてみますけども、で、まあ、この Qワイヤレス充電の場合はね、どうしても寝てる間に使うことが多いので、まあ、先ほどお見せした通りに、100超えるとね、微電流にはなるものの、まあ、気にする方は結構いらっしゃるってことでね。まあ、なので、こちら、例えば、まあ、目安で4時間ぐらいで、充電終わるようにね、切れるようにしておけばいいのかな、なんていうふうにね、思いますけどね。で、まあ、大体見てるとね、8W ぐらいですか。これ、まあ、iPhone 自体は 7.5W までってことなんでね、まあ、根元で 8W とかっていうのは、まあ、健全な数字のような気がしますけどね。で、試しに今、こう、ずっとしてって、0にしてしまいますけども、そうするとね、これ、充電がね、ピシッとね、切れるんですよね。で、これ iPhone の方も稲妻マークなくなってますし、こっちもね、これね、0になるという感じですね。はい、ということでね、今日はこちら、タイマー機能付きの三好のケーブルね、試してみましたけど、まあ結構ね、どっちを買ったら活用できるか、まあお持ちの機器次第ではあるんですけどね。で、まあ基本的にはね、このマイクロ B なんかだと、このQワイヤレス充電でクイックチャージと組み合わせても途中で切れるようにできますしね。で、あとはタイプ C の方は、まあ、どうしてもこのアダプターがね、必要になってくるので、
まあ、これで iPhone につなぐにはいいのかなってことで、まあ、マイクロ B to ライトニングのアダプターっていう手もありますけどね、まあ、そんなんでね、まあ、この2種類、まあ、お持ちの機器をね、まあ、これ探りながら決めていただいた方がいいのかななんていうふうに思いましたけどね。まあ、個人的にはね、あんまり過充電ってね、気にする必要ないとね、思っているんですけども、まあ、気になる方にとっては、まあ、1200円ぐらいのケーブルですから、まあ、結構ね、いいんじゃないかななんていうふうにね、思いましたね。で、やっぱりね、アクセサリー類、あんまり容量のないやつなんかについてはね、まあ、すぐに終わるんで、やっぱりね、これタイマーあると、まあ、なんとなくね、Apple 製品みたいに、過充電しませんよって言い切ってないものについてはいい気がしますよね。ただね、1点だけ、この根元側にこのボタンがありますからね、ちょっと手の届きづらい場所にここが電源がある場合っていうのはね、ちょっと使い勝手悪いかもわかんないですね。はい、ということで、最後ね、これ例えば 10SMAX だとフル充電このぐらいかかるんで、まあ、このケーブルを使う場合には、まあ、これプラス1時間ぐらいにね、設定してやってみてはどうでしょうかというね、表でした。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。